病を乗り切るミラクルパワー、常識を超えた信仰心で治る力、大川隆法。第2章、病気に関する Q&A。 質問3、認知症の対処法について。質問者 C。 最近認知症の若年化が進んできています。これの霊的背景と、そういう方が身内にいる場合の対処法についてお教えいただければ幸いです。認知症は魂ではなく肉体の痛み。大川隆法。具体的医学的にどういうデータがあるのかよくわからないのですが、どのあたりからを認知症の若年化と言っているのでしょうか。質問のターゲットが十分に絞れず、また認知症の若年化にどれほど医学的根拠があるのか、統計的なものがわからないので言いかねるのですが、年を取った人がボケるのはよくあることです。それは自動車がやがて動かなくなるのと同じようなことです。長年走っていると傷んできます。もともとは完全なのですが、やはり傷むものは傷むのです。どこから壊れるかということは走り方次第であり、ネジが緩む、車体が壊れる、油が漏れる、ハンドルが効かなくなるなど、悲しいことにいろいろなところが傷んできます。そして車が傷んでいると、いかに運転がうまい人であってもその車ではレースなどはできないのです。人間の体も何十年も生きているとやはり傷んできます。魂の方は傷んでいなくても、体の方が傷んでくるのはこの世的には仕方がないことなのです。人間だけではなく動物や昆虫もやはり体が痛みます。動物も病気をしますし、犬や猫にも認知症にあたるものがあるように見えます。年を取った犬や猫は頭がボケているかのように変なことをし始めたりしますし、それ以外の病気にもいろいろとかかります。昆虫も同様です。カブトムシの寿命は非常に短いのですが、カブトムシの体も痛むのです。例えば取られる時に木の上から落ちて頭を打ったようなカブトムシは割と早く死にますし、何かに引っかかって足が一本取れたカブトムシも死ぬのが早いのです。この世に肉体を持っている生き物はやはり様々なことで体が傷つき、思うように生きられないものです。年を取ると体が傷んでくるのは仏教の説く生老病死死苦の老と病にあたり、ある程度仕方がないのではないかと思います。年を取ってもボケないための3つの秘訣。それでは年を取ってもボケないための秘訣は何でしょうか。原則は健康管理。原則は健康管理です。できるだけ規則正しい生活をすることが大事ですし、また年を取ると足から弱ってくるので、できるだけ歩くことも大事です。新しい情報に接する。それから情報が得られないと頭がボケるので、新しい情報に接するということも大事です。老人ホームが風光明媚なところばかりにあるのがボケの原因だという説もあります。そういう場所は散歩には良いし、散歩ができる環境はいると思うのですが、情報などがあまり入ってこないと
ぼけるのです。気を若くする、また常に気を若くするようなことも必要です。老人ホームにいるおばあさんであっても、化粧をすると若返ったりして頭がシャンとすると言われています。やはり生きる意欲を持たないといけないのでしょう。ただただ枯れていくだけでは済まないということです。要するに自己管理として、ある程度健康管理や栄養管理をし、常に何かに関心を持つことで気を若くすることがボケを防ぐのです。それでもどうしても体が傷んでしまった時には、体が十分に機能しなくなるのはある程度仕方がないのです。ペットの世話は若返りの方法の一つ。生きがいを失うのが早ければ、その時点でボケてくることはあります。50歳ぐらいの人でも、会社の仕事がなくなったり、子供が早めに巣立ったりしてすることがなくなり、生きがいがなくなればボケやすいのです。そういう人にはペットでも飼うことを勧めます。ペットはその意味で十分子供の代わりになります。ペットは生き物なので、いろいろなことを考えています。ペットに話しかけたり世話をしたりしていると、やはり若返るのです。我が家では子供たちがウサギを1匹ペットとして飼っています。2001年時点、現在は当時とは別のウサギが飼われている。このウサギは人に抱かれてもおとなしくしているウサギだったのですが、夏に山へ連れて行き外で走らせたところ、やや野生化して凶暴になり、穴を掘ったり爪で引っかいたり噛んだりするようになりました。そのため、これだとペットとして飼うのはもう無理だと言われていたのですが、もしかしたらこれでいけるのではないかと考え、私が朗読した真理の言葉、正真法語の CD をかけて、そのウサギに聞かせていたところ、2週間ほどで穏やかなウサギに戻りました。爪で引っかいたり噛んだりしなくなって、一日中ほとんど瞑想をして過ごしているのです。会場笑い。白いお腹を見せて、仏教者か老僧思想系の人のように瞑想しているウサギになり、おとなしくなりました。正真法語は動物にも効くのだなと思って、私は感心してしまいました。それはともかく、生き物の場合には餌をやったり糞を片付けたりしなくてはなりませんが、それをするのが嫌だったら、ロボットのペットでも良いと思います。犬や猫のロボットが出ているので、生き物が嫌な人の場合にはそちらでも良いかもしれません。いずれにしても、何か刺激があった方が良いのです。認知症は40代後半や50歳ぐらいからあり得ると思います。何か生きがいを失うと、そこから急に老け込みボケてしまうことがあります。子供が自立して同じ家にいなくなったり、子供が病気で死んでしまったり、あるいは授業が店じまいになってしまったりして、生きがいとしての目標をなくした場合には、そういうことがあるのです。そういう人は体をコントロールし、鍛錬しながら何か別の生きがいを見出すことが大事です。小学生は同じことを繰り返し学んで覚えていく。ところで、本来の意味のボケとは異なりますが、もっと若い人がボケているように
思われる場合もあります。小さい子の場合、小学生あたりであっても、学校などで学んだことを忘れやすく、昨日学んだことを今日はもう忘れたという人もたくさんいます。学んだことが頭に入りきらないのです。したがって何度でも繰り返し教えることが必要です。そうしないと忘れたままになります。年を取った人だけがよく忘れるのではありません。小学生も忘れやすいのです。きちんと学んだことであっても、1ヶ月も経つと、ほとんどの人はそれをコロッと忘れ、覚えていません。覚えている人は大秀才です。1週間前や3日前、あるいは1日前に学んだことでも、やはり忘れます。新しいものを学んだら、前に学んだものを忘れるのです。実際に小学生とはそういうものだ、ということを前提として、小学校の教育は成り立っているのです。したがって、小学校の先生は、同じことを繰り返し教えています。例えば、足し算を1年間教え続けたり、九九を1年間教え続けたりします。これはよほど根気がないとできません。一通りできるようになっても、1ヶ月もしたら、子どもたちは簡単に忘れてしまいます。忘れないようにするためには、それを1年間、時には2年、3年と繰り返して学ぶしかありません。つまり、年を取ると忘れやすくなりますが、子どもでもそうだということです。しかし、記憶力は訓練で強くなるものなのです。新しいものを作るために古いものを捨てる。覚えることが一定量を超えたら覚えられないのは、頭のキャパシティが足りないために起きることであり、仕方がありません。記憶容量が少ないのです。コンピュータでもそれはあります。この場合、頭の中を重要な情報に入れ替えるしかありません。覚えておくべきものを入れて、忘れてよいものを消去するしか方法がないので、ガラクタの知識を排除し、将来において必要なもの、あるいは目先において必要なものに特化することが必要です。今はいらないものをメモリーから消してしまうのです。そうすると気が楽になります。あれもこれもと思うと頭に入りきらないのです。私の説法はたくさんあるため、内容を覚えきれない人はたくさんいます。そういう人は自分にとって重要なものを優先して主張してください。それで大丈夫です。内容を忘れたら、CD や DVD などでもう一回聞いたら良いのです。5回聞いても忘れた場合には、しばらくしたらまた聞きましょう。何かを覚えるには繰り返すしかないのです。子供もそうですし、お年寄りもそうです。ですから、年をとっても私の説法を1回聞いて何年も覚えている人というのは、異常に頭の良い人です。最近も私の説法の映像をうちの子が見ていたのですが、説法をしている本人の私でさえ、ほう、こんな良い説法をしていたのか、と驚き、これはいつの説法かな、いいことを昔も言っていたんだな、と思ったこともあります。かっこ笑い、気をつけないと、以前と同じ話をして、本人がそれに気づかないこともあるぐらいです。これをボケと言われたら、それまでなのですが、それほどたくさんの説法をしてきました。要するに、新しいものを作るためには、古いものを、
ある程度捨てていかなくてはなりません。忘れていかないと新しいものを作るのは無理なのです。新鮮な情報を得て新しいものを載せると古いものがぼやけてきます。新しいものを入れると古いものをある程度忘れるのです。私の場合、説法をしたらある程度その内容を忘れることで新しい説法ができます。内容を全部覚えていると頭がごちゃごちゃしてしまいます。私の説法はやがて CD や DVD になり本にもなります。そうしたらもう私自身は覚えておく必要がないので脇へ置き、気分よくまた新しい説法をしているのです。活字にしたり CD や DVD にしたりしておくといつでも内容を知ることができるので楽です。ですから1年前の説法と同じ内容でもう一回話してくださいと言われても何を言ったか詳しくは覚えていないということはあります。大事なところについては覚えていると思いますが、もう一回同じ演題で話をしたらおそらく全然違う話になるだろうと思います。そんなものです。要は人間の能力には限界があるので、大事なものとそうでないものとを分け、大事でないものについては忘れても仕方がないと思うことです。そして必要性のあるもの、大事なものを繰り返してやることです。それ以外に方法はないのです。能力に限界があると思ったら今必要ではないものを削減することです。本棚や机の上には自分が今消化できるものだけを置き、消化できないものについては見えないところに置いておくのです。そしてまたご縁があったらもう一回読むなり見るなりすることです。日々のニュースなどに対しては選択的記憶を使う、また頭を使うと疲れるので気をつけてください。新聞は何紙もありますし、テレビ局もたくさんありますが、テレビも新聞も他局や他紙と同じような内容のニュースをたくさん報道しています。私は新聞を6紙も7紙も読んでいますが、7、8割は同じ内容です。そのため何紙も読みたくはないのですが、他紙とは違うことを書いている部分も少しだけあるので、仕方なくいくつもの新聞を読んでいるのです。ただ人殺しや不況、会社の倒産などについて同じような内容のニュースを6つも7つも読み、それをすべて記憶していたら大変なことになるので、読むけれども内容を記憶しないということも大事です。一日限りで忘れてしまうのです。このように選択的記憶を行い、メモリーの中身を上手に消去する能力も必要です。不愉快なものは早めに削除しないといけません。全部を覚えていたら大変です。何年何月にどこそこで殺しがあったなどということを覚えておいた方が良いのは刑事と逃げ回っている犯人ぐらいで、後の人には関係がないでしょう。どこそこで人が死んだということを覚えているだけで不愉快です。どんな手口だったか、どんな殺され方をしたかということは推理小説のファンは別として、後の人には関係がないのです。ところがニュースでは殺し方まで克明に説明し、血のりはここについていた、凶器はここに落ちていたなどということまで報じたりします。
そんなことを覚えてはいけません。忘れましょう。覚えることだけが大事なのではありません。必要のないものを消し去ることも大事なのです。不幸な記憶は蒸発させ、幸福な記憶を反芻する。幸不幸の感覚についても同じことが言えます。不幸な記憶があまりにも溜まりすぎて、幸福な記憶がすぐ蒸発する人は、不幸感覚が強くなります。不幸な経験は避けられませんが、そうした記憶は早く蒸発させて、幸福な経験の記憶の方を、牛のように繰り返し繰り返し反芻することが大事です。そうするといつも幸福だったような気になります。悪いことはスーッと一日も早く忘れていく方が良いのです。その意味ではボケにはありがたい面もあります。ボケないと大変なことになる場合もあります。頭の記憶容量に限界があるからこそ、不愉快なことや悪いことを忘れられるのです。そういうことの記憶は時々蘇ってくるだけで、普段は忘れていられるのはありがたい話です。内容の良くない本は最後まで読まなくてもよい。私は自分の頭脳には自信を持っていたのですが、子供の頭と同じく記憶が消えることもあるのだなとつくづく思うことがありました。1991年ぐらいから毎年本を1000冊以上読んでいたのですが、やはり大量に読むと消えていく記憶もあるということが分かりました。頭の図書館の中に情報を入れすぎると、どこかで記憶の重層化が生じ出てこなくなるのでしょう。あるいは記憶が消えていくらしいことが分かってきたので、何でもかんでも読めばよいというものではないということがよく分かりました。対象を少し絞り込み、大事なもの、繰り返して読めるものを中心にしてじっくりと読み、それを折に触れて4回5回と読んでいくと、その内容が自分の知識となり、力になって他の人たちの参考になるようなことが言えるのです。しかし、単にジャーナリスティックなものとか、最近流行っているものばかりを読みすぎると、記憶には残りませんし、頭の中が雑然としてきて、大事な記憶の方が少し薄れたりします。そうならないようにするためには、雑多な情報をあまり入れないようにするか、記憶に残さないようにする努力をしないといけないのです。仕事の関係で一応目を通しておかなくてはいけないものがあるので、それについては見るのですが、見た後いらないと思った情報は消さなくてはなりません。その判断が大事です。また本を買ってもそれを読まない努力もいります。買ってみないと内容の良し悪しなどがわからないこともあるのですが、読み進めていて、これはおかしいな、間違っているな、くだらないな、などと思ったら、そこで読むのをやめて良いと思います。最後まで読み、内容を全部頭に入れてしまうと、大事な本の方の記憶が薄くなります。ある程度自分の能力の限界を知り、選択的に記憶しなくてはいけないのです。現代においては情報の選択が重要。子供にも中年にもボケはあります。若い人もボケていなければ試験で赤点を取らないかもしれません。しかし若くても記憶能力には限界があるので、自分に対して配慮してやらないといけません。
くだらないものの記憶にあまり能力を使うと、能力が当人してボケと同じような状態が生じます。現代においては情報があふれているので、とにかく情報の選択が重要です。くだらない情報の記憶を意図的に消す努力、そういうものを忘れる努力、そして大事なものだけを繰り返し覚える努力が必要です。動物にもボケはあるので、生物体として逃れられないところもあります。しかしボケには悪い面もありますが、良い面もありますし、忘れることによって幸福になる場合もあるのです。老齢になってボケる理由も、もしかしたらそういうことであるかもしれません。人生に辛酸が多いとボケた方が幸福な場合があるのです。思い出したくないことがたくさんある人はボケるのが早いと思われます。そのようにボケることが幸福な場合もあるのです。2001年10月17日、質疑応答。